あそこですね。アンデル選手はこのニューハウンが大好きで、ここでちょっと想像しながら書いておりました。あちこち住居を決められてですね、来たんですけど、こっちの方でまた違うお城に行って、あれがプレートなんで、物語を書いたりね、
近いですのでね、青になって渡るとき、急ぎ足で歩かないとすぐ変わります。そしてここにお酒飲むんですけども、次に情報気をつけてくださいね。それでちょっと向こうまで行きます、そこの、アンカーは、このアンカー、ここは第一次大戦で亡くなられた方の記念碑です。で、記念の時にはお花がこう飾られて、ここでちょっと火がありますね。で、あの向こうが右手の方、前方のあのオレンジ色のデコレーション、あれはあの絵の展示会場です。大きい展示会は春と秋にあります。そして右手の方のこの手前の門の中をずっとくぐっていくと、芸術大学、美術大学があります。そして正面、ここはここからカナルツアーが行きます。ここからですね、ずっと人魚姫のところまでずっと行きます。で、あのこちらは全部これオリジナル。アンデルセン氏はこのニューハウンが大好きで、ここであのちょっと想像しながら描いておりました。あちこち住居を決められてですね、あの来たんですけど、こっちの方であのまた違うお城に行って、あれがプレートなんで、物語を描いたりね、
Thank you.
多分旦那さんはいらっしゃっても女王様がいないと旗が立てられません。はい、それで女王様は3人兄弟で3人姉妹ですね。で、本当は国王っていうふうに昔はもうお金がちょっと高いで費用が高いのでミスターシアキという船会社が寄付して全部収入して塗ったりいろいろしております。はい。すごいし。館を背景にしてお写真撮られたり、騎馬像とか、大理石、それからこの前はオペラハウス、これあれオペラハウスで、ここは泳いで行かないと真っ直ぐ行けませんので、空港の方からずっと回って行くことになっておりますけど、将来は橋がかかる。Esos son 5 metros por metro.
欧洲的房不一样，像欧洲，不给我上。我看真的很高哎，有没有两百公分？これに合わせてできたのがあのライブ席、ライブ席ではないんですけども、結局は変わりましたので、ライブ席を大変と呼んでいるんです。で、この王様の名前なので、コメディの協会とも呼んでおります。そして、ここの衛兵さんたちはボランティアの。One of the other.